堀江さん、今週もよろしくお願いします。土井さん、よろしくお願いします。さて、今回のゲストですが、評論家で漫画家の小林よしのりさんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。堀江さんと小林さんがこう並ぶのは久しぶりですか？なんかテレビで一緒になったことあるよね。ですね。ああ、相当でも前だと思います。相当前だったかな、あれ、はい、朝まで生テレビとかですか？いやー、何だったかな、なんかのテレビで似顔絵とか描いたよ確か ありましたね。ああ、そういうの、割とこうがっつりお話するのは、いや、それはあんまりないね。そういえばバラエティみたいなやつだったから、はい、で初のしっかりこう対談するとしっかり回になるのかなというふうに思います。これ小林さんといえば、先ほどの YouTube のチャンネルがこう、こう結構長くやってたチャンネルが、わしが出てたらこれ YouTube にアップできないよわしが出てるだけで全部消されてるから。本当ですか？そうよ。へえ。例えば別にワクチンの話なんか全然しなくても消されてる。へえ。ああ、もうチャンネルの中で何が原因で消されてるんですか？もうなんか敵視されてるみたいね要危険人物ということで、はい、だから東博樹とかね、はい、三浦瑠麗とかと3人で提談したやつとかは全然ワクチンの話してないの、はい、でもなんか20万回ぐらい回数が、再生回数が増えたら、はい、パッと消されちゃったね。それは 小林さんのチャンネルでやったんですか、それともどこか、東さんのチャンネルとかで？いやいや、ね、それはわしのチャンネルですね。あ、はい、もう全部消される、どん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 。チャンネル自体は残ってるんですか？チャンネルもほら いっぺん丸ごと消されて、まだなんかこうほらアルファとかなんとかってこう逃げていくみたいな感じ、うん、ああさあ、この番組も YouTube に上がるのか上がらないのかというのがですね、今日もう上がった途端に消されるはい、ということで小林よしのりさんのですね、まずはプロフィールからご紹介いたします。1976年、少年ジャンプで東大一直線、これで漫画家デビューをしまして、コロコロコミックでですね、お坊ちゃまくんというですね、人気、漫画がありました。もうアニメなんか未だにこう再放送とかも、されているわけなんですけれども、そこからですね、1992年、スパ市場でですね、ゴーマニズム宣言の連載が始まりまして、まあ、ゴマニズ宣言はその後サピオに行って、現在はまたスパに戻っていると。こうギャグ漫画から社会派の漫画家と、まあ、ゴーマニズ宣言の中にもギャグはいっぱいありますけどね、という形になっています。ということで、今回は日本の政治とメディアのタブーの真相と題しまして、昨今のニュースをですね、お二人で語っていっていただきたいかなと思います。小林さんはですね、ゴーマニズム宣言で、日本の言論界を常に揺り動かしてこられたというところがございまして、これはゴーマニズム宣言、あとはワシズムなどでですね、やってきた主な、テーマに、なるんですけれども、まさにそのタブー視されているテーマですとか、そういったものを長らく扱ってき、ていると。特に何か意図があってじゃなくて、もうほとんど流れですよね、うん、もう最初のゴーマニズム宣言始めた時は、うん、帯に権威を死ねって書いてあったんですよ、はい、ここから出発ですよね、うん、つまりもう世の中で権威ってされているものとか、うん、専門家とか、うん、そういうものの全てをこう信じない、自分の頭で考える、うん、っていうことから始めていったら、だんだんこう差別の問題とかにも踏み込んでいっちゃったり、なんていうか戦後の言論空間とかっていうことで戦争論に踏み込んでいっちゃったり、なんかもう全部その流れでいつの間にか書いてるんですよ、はい、なんか意図があってこうやってるわけじゃなくってね。だから中には AKB48 になっちゃったりとかもするわけですよ。気になりました。ずっと総選挙の審査員もやってましたもんねずいぶんもうすっかりのぼせ上がってたんですけどねすごい保守と活動を結構されてきた時期も長かったり、うん、足が保守っていうのは結局自分のなんかその庶民としての常識っていうの の感覚っていうのを信じるっていう、はい、ことですよね、うん、テレビに洗脳されてるのはもうこれ大衆、うん、マスですよね、はい、マスじゃなくて庶民本来の、例えば漁民とかね、お百姓さんとかね、テレビがなかった場合はどういうふうに常識を発動するかっていうことですよ。それがわしの考える保守、いわゆる保守論団の保守の考え方とはまだ全然違うと思いますよ。そんな小林さんがこう考える、うん、今回のテーマでもあるんですけど、そのタブーとは何かっ
ていう。でそれ多分そのまさに今はコロナのことが多分でしょ、うん、コロナはとにかく怖いものだと、うん、でマスクしないとダメだとかっていう話でしょ。で自分の自然免疫と獲得免疫でこれは全部対峙できると思っちゃってるから、だから全く怖くないっていう状態でしょ。そしたらそれをただ貫くだけですよ。でそれを科学で全部裏付けしていくっていう、自分で勉強してね、あるいは医者とか、はい、今テレビ専門家ではない別の専門家に聞いて全部裏付けしていくだけですよ。要はみんながマスク好きなのは、うん、おそらくこういうことだと僕は思ってて、なんか自分たちができる日常のちょっとした我慢とか努力の積み重ねで問題を解決したいと思ってるんだと思うんですよ。だからマスクだったら誰でもできるじゃないですか。そうだね。でも僕は嫌ですけど、マスク嫌いですけど、だから僕は関係ないんですけど、まあ多くの人たちはいや僕たちがマスクを毎日嫌でもつけて我慢してるからコロナウイルスは収束するんだと、そういう日常のちょっとした我慢がなんか よく社会を良くしてるって思いたいんだと思います、うん、それはほとんどアマビエだよね。アマビエ、アマビエ、はい、江戸時代の頃、はい、疫病が流行ったら、はいはいはい、アマビエの札を、はいはいはい、家に貼っておいたら疫病退散になると言って、はいはい、もうみんなアマビエの札を貼っとったでしょ、うん、はい、あれと一緒ですよ、うん、これはもうここにアマビエの絵を描いとけばいいんだそんな漫画も描いてありますよね。だからマスクなんかしてたってさ、どこから息漏れてるんだから、はい、本当に日常にちょっとできることの一つ、うん、そういうだからほらみんなよく言ってるけど、うん、要はそのみんな面白いことにだから人流制限をしたら収束してるんだって、もう要はそれを信じたい人たちは、うん、俺たちが我慢してじっと家にいたから収束してんだって思いたいわけじゃないですか、うんうん、そうだね。だけど実際は感染しやすい人に感染したら終わってるわけじゃないですか、うん、そうだから必ず減るわけです。だから必ず減るんですよ。そうですね、人流何にも関係がない、全く関係がない。これ集団免疫できてしまったらピークアウトするから、これもう原理だから、これは多分集団免疫というよりは、多分感染しやすい人に感染して終わりなんだと思う。要するにインフルエンザの A 型とか香港型とかいろいろ来てるのと一緒だよ、うん、まあ、その度その度こうなってるんですよ。型一緒ですからね、型一緒ですから、まあ、でも堀さんのおっしゃる通り今この周期論っていうのはかなり今議論されてる。で、ね、この周期もう落ちてる、もう周期論で言うと、うん、要はその変異種が出てくるのは確率論なんで、うん、人口が多いところで感染爆発すると、うん、その変異種が出てくる確率が高まるわけですよね、うん、でその意味のある変異種ですよ、うんうん、ほとんどの変異種は負けちゃうんだけど、たまに強いのが出てきてそいつが生き残るわけじゃないですか、うん、ウィナーテクソールですよ全部、うん、ウイルスの世界は。なんで例えばブラジルとかインドとか、うん、人口の多いところで変異種が、まあ、だったら一番最初の変異種は、うん、中国だったわけじゃないですか、うん、大元のね、大元の変異種っていうのは従前のコロナウイルスからその突然変異した新しいコロナウイルスができたわけで、うん、あれは本当はだからコウモリとかから移ったって言われてるじゃないですか。でコウモリと濃厚接触したわけですよ、つまり人間が。でコウモリと濃厚接触って何かっていうと、要は衛生管理の行き届いてないところでコウモリをさばいて食ったわけじゃないですか。そこから感染してるに決まってるわけですよ。だからそういうのを中国政府がやめれば、やめないとまた起こりますよ、これ。で今蔓延してるのはインド株でしょ、要は言ったら。いやもう完全終わってる。だから終わりますよね。だ要は世界一今人口が多いインドの変異種が、うん、世界を席巻したわけだけども、もうこれ以上ないですからね。というような話もですね、折々していきたいと思うんですけども、本日の本題の方に入りたいと思います。まさにコロナ報道より今ワイドショーなんかはもうこの話題で持ちきりになっています。自民党総裁選と、その後にある衆院選のお話です、うん、これ次期総理を選ぶですね、自民党総裁選が行われるわけですが、まずはこれ注目の人物を見ていきたいと思います。